ジョンカイ・ケネディ国際空港。ジョンカイ・ケネディ国際空港。ジョンカイ・ケネディ国際空港。ジョンカイ・ケネディインターナショナルエアポートは、アメリカ合衆国、ニューヨークのクイーンズ区にある国際空港。略称として、JFK 空港、JFK エアポートと呼ばれる。救命アイドルワイルド空港、アイドルホワイルドエアポート。ラガーディア空港、ニューアークリバティ国際空港とともに、 ニューヨーク都市圏を代表する空港で、その管理、運営、警備はすべて同地域の地域開発公団である、ニューヨーク・ニュージャーア公安公社が行っている。巨大都市ニューヨークの空の玄関口である、ケネディ国際空港は、アメリカを代表する国際空港の一つとしても位置づけられ、50を超える国々から100社近い航空会社の定期便が就航。 ついたちの国際便の離着陸は400件に達する。しかも国内線の離着陸はその2倍近くもあり、朝や夕方の繁忙期には数十機の出発待ちが発生するなど、世界でも有数の繁忙空港となっている。ターミナル数は9つで、空港施設の規模としては全米1、面積は約20平方キロメートル、成田国際空港の約2倍で、 マンハッタンの42丁目通り以南の面積に匹敵する。なお、アメリカ以外の航空会社として、ブリティッシュエアウェイズの専用ターミナルが存在していた。ジョンカイケネディ国際空港は、デルタ航空とジェットブルー航空が、ハブ空港にしているほか、アメリカン航空も、準ハブ空港の一つとしており、その混雑はますます進んでいる。かつては、イースタ航空、ナショナル航空、 パンアメリカン航空、タワーエア、トランスワールド航空なども、ハブ空港としていた。当時パンアメリカン航空の本拠地であった。この空港は、ロンドンパリ・ローマからはノンストップで行けるのに対し、日本からのアクセスは747就航後でも、アンカレジ、または、ホノルルシアトル・ロサンゼルスを経由する必要があった。そこで、極東から JFK までの無着陸飛行のために、 ボーイング社が開発したのが、超長距離用 747SP である。1976年4月25日、パンアメリカン航空により、世界で初めて同空港から日本、到着地は、東京国際空港への無着陸直行便が就航した。4本の滑走路が中央ターミナルを囲み、それぞれがペアで平行に走っている。 13R-31L 滑走路は、商用滑走路としては、北米最長の4440メートル。1948年から1957年までは、ターミナルが一つしかなかった。その後国際線到着ターミナルは老朽化のために14億ドルかけて2001年に、第4ターミナルとして改装された。 その他8つのターミナルは1958年から1971年にかけて各ターミナルはそのターミナルのメインとなる航空会社によって設計され作られた。これらのターミナルは貨物の取り扱いに関しても非常に大きな機能を持っている。パンアメリカン航空のメインターミナルでパンナムワールドポートの愛称で呼ばれていた第3。 ターミナルは1962年に完成した。特筆する点として、長円形の屋根が放射状に32本ものケーブルで吊るされている。屋根は旅客エリアをカバーしている。これは乗客がスポットに止められた飛行機に楽に移動するための特別な橋になっている。トランスワールド航空のメインである第5ターミナルも1962年に完成した。 家具デザイナーとしても知られる、フィンランド生まれのアメリカ人建築家エロ、サーリネンによって設計された。また、第3ターミナル、第5ターミナルともに1970年代に改装されている。貨物の取扱量も多く、現在中国国際ガウン航空、アメリカン航空、アシアナ航空、キャセイパシフィック航空、エミレーツスカイカーゴ、ルフトハンザカーゴ、大韓航空、 日本貨物航空、ユナイテッド航空など100社以上が貨物専用便を就航させており、敷地内には航空貨物を取り扱う施設も数多い。当初はイースタン航空、1991年運航停止によって占められていた。1998年に同空港に乗り入れる複数の航空会社、エールフランス、日本航空、大韓航空、 ルフトハンザーによって建て替えられた。ゲート数は11。1962年にノースウェスト航空、ノースイースト航空、ブラニフ航空により完成した。後にパンラムも国内線が乗り入れてきた。デルタ航空が主に利用し、2006年4月までは同社の運営するソングが利用していた。ゲート数は11。2001年に改装された。 唯一の24時間利用可能ターミナル。ゲート数は38。かつては国際線到着ターミナル、インターナショナルアラベルズターミナルと呼ばれていた。エーロ・サーリネンの設計で1962年に完成し、旧トランスワールド航空のターミナルとして使用されていた。サーリネンのターミナルビルとしても知られる優美なデザインは、第三ターミナルとともに、ケネディ空港を代表する。 建築物となっている。また、歴史的建造物にも指定されている。当初、ブリティッシュエアウェイズのターミナルとして1970年に完成した。1991年2003年2008年にそれぞれ改装された。ゲート数は20。2017年8月現在、改装作業が進められており、2018年末に完了予定である。 ブリティッシュエアウェイズは、ヒースロー空港と、ジョンカイケネディ国際空港に、コンコルド搭乗客専用の空港ラウンジ、コンコルドルームを用意していた。現在は、ファーストクラス専用ラウンジとして利用されている。当ターミナルを使用していたユナイテッド航空は、2015年10月24日を、もって、当空港におけるすべてのサービスを終了した。当初、 アメリカン航空のターミナルとして1960年に完成した。ゲート数は15。2007年8月に新しい第8ターミナルが完成して、従来にターミナルに分かれていた国際線、国内線などが統合された。ゲート数は29。1998年から高速系軌道システム、エアトレインの建設が始まった。 2001年の9.11テロの影響で当初の計画を大幅に縮小し予定より1年遅れの2003年12月17日に開業したケネディ空港内の各ターミナルや駐車場、レンタカー会社のオフィスなどを結びそのまま南は地下鉄のハワードビーチ駅に北は地下鉄ロングアイランド鉄道のジャマイカ駅に接続するターミナル間の移動は無料 両駅まではそれぞれぞ運賃5ドルがかかる。エアトレインを計画建設したのはニューヨークの空港を管理運営するニューヨークニュージャージー港湾公社だが同公社は崩壊したワールドトレードセンターをはじめテロ被害により一部使用が不能になったパストレインや被災現場に近いことから通行規制が1年近く続いたコランドトンネルなども運営しておりこれらの施設からの賃貸料。 運賃、通行量などが途絶えたことや、観光客の激減で、定期便のキャンセルが、相次ぎ空港発着量をはじめとする、様々な空港関連収益が減少したことで、深刻な財政難に直面することになった。そのため当初計画されていたジャマイカ駅から、ラガーディア空港を経由して、マンハッタンの3番街59丁目通りの新駅に、至る二期工事は中止となってしまった。 ケネディ空港は3空港の中でも、マンハッタンからは最も遠い。しかもエアトレインが接続するのは一般の地下鉄と通勤電車で、全車利用では時間帯により所要時間が90分から120分、校舎でも乗り継ぎによっては45分から90分はかかる。大きな旅行カバンを抱えてこうした公共交通機関に乗り換えなければならないというのは、旅行者にとってはいかにも不便であり、 来訪者は元より地元市民でも、マンハッタンへ向かう者のほとんどはこれを敬遠して、落ち着いて座ることのできる、空港リムジンバスやタクシー、3人で乗れば1人、あたりの負担が、リムジンバスの賃とほぼ同じになるを利用する傾向に、ある。このため、エアトレインは開業以来再三割れが続き、これを改善するには日記工事を断行する以外に、方策はないにもかかわらず、 そもそもない袖は触れないというジレンマの状態にある。マンハッタンの中心部から約30分渋滞がない場合でアクセスできる。タクシーや空港リムジンバスなどでのアクセスが一般的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。